写真拡大ロックバンド、マキシマムザ。ホルモンは11月10日、ギタリストのマキシマムザ・リョウ君が根本的な治療が難しい病気である可能性があることを公表。出演予定だった6公演への出演を見合わせると発表した。公式ツイッターなどに掲載されたマキシマムザホルモンライブ出演見合わせについてのお知らせでは、先日の東北ツアーのキャンセル以降、マキシマムザリョウ君の体調の回復を待っておりましたが、日常生活は可能なものの、根本的な治療が難しい病気である可能性があるとの医師の所見を踏まえ、現時点で激しいライブを実施するのは難しいと判断したと説明。そのため、マキシマムザホルモンが11月17日、19日、24日、12月1日、21日、29日と年内に出演予定だった6公演についてすべて出演を見合わせるという。マキシマムザホルモンは11月4日に医師マキ、6日に大船渡、8日に宮古で予定していた令和上原祖直系大会東北ライブハウス大作戦ツアーについて、マキシマムザリョウ君の体調不良のため出演を見合わせていた。